皆さんこんにちは。ここからの時間はスタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムとなります。場内ビジョン、そしてガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルで YouTube ライブで配信を行っていきます。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さん、ぜひこのタイミングでご登録の方もよろしくお願いいたします。さあ今日はパナソニックホールディングスパートナーデーとなっています。LGBTQ プラス啓発理解向上のため、入場ゲートで先着1万8000名様に LGBTQ プラスの冊子を配布しております。またガンバボーイ、ガンバガール、ガンバチア、選手入場時にはエスコートキッズの皆さんがこの LGBTQ プラス、こちらの T シャツを着用いたします。そしてガンバ大阪のキャプテンのキャプテンマークも6色に施したマークを採用しております。ぜひこの機会に LGBTQ プラスへの理解を深めていただければと思います。改めましてこんにちは、ガンバ大阪スタジアム MC の千石浩一です。さあリーグ戦も残すところ5試合となりました。一つでも上の順位を目指していくために、そしてここホームで最高の勝利をつかみ取るために、サポーターの皆さん今日も一丸熱く盛り上がっていきましょう。さあそれではここで本日のゲストをご紹介します。ガンバ大阪背番号14番福田裕也選手です。福田選手よろしくお願いします。こんにちは。さあ目の前にサポーターの皆さんがもうみんなカメラ構えていらっしゃいますけれども、はい、あ、福田選手のタオルを持ってくれているファンの方もね、今ビジョンでは捉えておりますけれども、どうですか、ここから見るサポーターの皆さんの景色っていうのは試合で見る景色とまたちょっと違いますか？そうですね、全然違います。全然違います。はい、今日はですね福田選手に、ここからの時間をお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ福田選手、もうちょっと声聞きたいんでマイクもう少し上の方に顔に近づけてもらって、はい。さあ福田選手チームは少し、リーグ戦から離れておりました、はい。その間の練習の雰囲気、まずどんな雰囲気だったのかちょっと聞かせてもらいたいなと思うんですけど。あ、すごくどんな雰囲気でしょうかね、うん、どんな雰囲気、すごくいい雰囲気でやれてたと思います。いい雰囲気、はい。今日に向けてすごくこう熱の入った、時間というのが過ごせてたっていうことですかね。そうですね、ちょっと昨日一昨日は練習出てないので分かんないですけど、はい、はい。でもいい時間をここまで過ごしてきて、今日の試合に久しぶりにこうリーグ再開ですけれども、はい、来ている感じ。はい、そうです。じゃあ我々期待してもいいですかね。もちろん。もちろん嬉しいですね。さあ今日はですねパナソニックホールディングスパートナーデーということで、まあ、福田選手はこういうちょっと話も聞いてみたいなと思うんですけれども、愛用されている家電、こだわりの家電とかってありますか？ドライヤーは、ドライヤー、パナソニックさんのドライヤーを使わさせてもらってます。何、やっぱり髪の毛に対する意識が高いの？いやどうなんですか、意識高いか分かんないですけど、うん、なんか電気屋さん行ったら、うん、一番輝いてたのがパナソニックのドライヤー一番輝いてたんだ、はい、うん、ドライヤーに呼ばれたんで買いました。あ、ドライヤーが福田選手を呼んでくれたんだ。それがパナソニックでした。やっぱさすがですね。さすがですね。もう気がつくとお家に一緒に連れて帰ってた。そうです。今はそのパナソニックのドライヤー、はい、じゃあこれからちょっと家に迎え入れたいなっていうような家電とかっていうのはあるんですか？あ、自分結構自炊してるので、うん、電子レンジ、ビストロでしたっけ、うん、名前はちょっとあんま覚えてないですけど、が欲しいなって思います。結構じゃあ自炊はいろいろなメニューこだわって、今日はこれ食べたいなと思ったらその食材も買って作ったりするんだ。そうです、主婦みたいなことしてます一人で。へえ、はい、じゃあ近くのスーパーに行って。そうですね、ライフだったかな、はい、めちゃくちゃもう地元のスーパーの名前が出てきましたけど、じゃあそこで食材取って、あ、ね、これ良さそうだなとかっていうのを一つ一つ選んで、はい、最近パプリカにハマってます。パプリカ、パプリカ使った料理ってもうそんな出てこないけど。蒸すだけです。蒸すだけ味付けなし。味付けなし、まあまあ甘みあるけど。そうです。
食材の味を楽しんでます。じゃあそんなにこう濃い味付けとかって年齢的にはね、福田選手まだ若いですから結構濃い味付けのもの食べたくなるのかなと思うんだけど、そういうわけでもない？そうですね、意外とそういうことではないかもしれないです。はい、薄味でしっかりとその素材の美味しさ。そうです、薄味というかもう何もつけないです、うん、薄味どころか、はい、素材のみ。はい、そういう感じで食事を。はい、でも気がつくと、はい、高校卒業して、はい、ガンバに来てもう6シーズン目、はい、一人暮らしもじゃあそういう意味ではかなりお手の物というか。そうですね、お手の物、うん、家で過ごしてても困ることはない。あ、困らないですね。何でも自分でできちゃう、掃除も、はい、家事も。家事も、はい、じゃあもう完璧だ。そうなんですよ、完璧です今どうですか、オフだったりすると、はい、これついついやってしまうなっていう、なんかこうハマっていることとかってありますか？そうですね、睡眠ですかね。睡眠、それハマってるっていうのなんかこだわりあるの、寝る時の？いや、まあたくさん寝ますね。あ、それはもうシーズン中ずっと練習しっかりやって。そうですね。で、いい質の睡眠をとるっていうのは。そうですね、まあやることないんでオフ、うんうん、寝たら1日終わってるんで、まあ早く終わるんで寝たらいいかなってオフに具体的にこれしたいっていうのがないんだ。そうですね、行動力ないんで。あ、じゃあもう本当に家が大好き。家大好きですね。じゃあ家の空間がしっかりと整ってればもう1日でも2日でもゆっくり過ごせる。いい、全然行きます。旅行とかは？旅行、うん、旅行は家族で行きました。あ、家族で行った。はい、去年かな、一昨年かな、うん、あ、それでもそんな前になるんだ。そうですね。あ、はい、じゃあもう本当にオフの日はとりあえず時間が早く過ぎてくれっていう感じで寝てるんだ。そうですね、はい。逆にもう練習があってくれた方がいいんだ。あ、待った、俺読書はやってますよ。読書、はい、今読書ハマってるの？読書ハマってます。それ何、最近ほらオーディオで聞くタイプのものもあるじゃない？オーディオ、うん、オーディオだよオーディオ耳でアプリ、うん、そうそう、音声読み上げのやつとかっていう、そういうのじゃなくて、はい、じゃないですね、もう普通に目で見てます。あ、読んでるんだ。はい、どういう系の本が楽しいの、読んでて？え、最近なんだろう、なんかありがとうの神様っていう本読んでます。何それ？はもうどん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 読めていけるタイプの内容だったの？そうですね、なんかそんな感じです。まあ、小説が好きなの？小説じゃないです。でもない。でもないです。説明できないですけど俺も初めて聞いたタイトルだから。いや、マジで読んだ方がいいっすよ。あ、俺も読んだ方がいい。はい、ありがとうの神様。わかりました、ありがとうございます。東さんに勧められた本もあるんですよ。東にも教えてもらってる本があるんだ。そうです、うん、それを読み終わったら読めてます。へー、意外と、はい、運転者みたいな本です。運転者よくわかんないですけど、おっていう本を東さんに勧められたんで、うんうんうん、次はそれを読みます。今ちょっと読書に目覚めつつある秋ですから、もう読書の秋。あ、そうなんですか。うん、そうなんですかってよく言うよ知らないさあ、福田選手、今日こうやってご出演いただいております。そして首にはですね、はい、おなじみのガンバ大阪の応援アイテムを、はい、かけていただいておりますけれども、じゃあちょっと応援グッズのご紹介もですねお手伝いいただきたいと思います。はい、もうファンサポーターの皆さんにとってはね、おなじみの応援アイテム、ベーシックマフラータオル、こちら税込み2200円、新しいデザインのマフラータオルです。ブルースパ場内外グッズ売り場にて販売中ですので、スタジアムをぜひ今日もですね青黒に染め上げていただきたいと思います。選手の後押しをどうぞよろしくお願いします。福田選手、ありがとうございます。ありがとうございました。まだ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 、そういうありがとうじゃないよそういうありがとうじゃないよ、もうちょっと話聞かせてよ。はい、はい、さあ、福田選手、もうこのガンバのシーズンというのも終盤に差し掛かってますけれども、はい、今シーズン福田選手がこのガンバで大切に取り組んできていたこと、また新しいチャレンジとしてこうやってきたことなんていうのは、シーズン今シーズン振り返るとありましたか？そうですね、まあ、食事面もそうですけど、はい、まあ、どんな状況に置かれてもやり続けるってことは、うん、大切にしてやってます。気持ちの部分を切らさないっていうことはじゃあ意識してた？そうですね、まあ、切れちゃう部分もあるかもしれないですけど、うん、それをなるべく短くできるようにというか、うん、っていうのを大事に過ごしてました。
まあ、もちろんね怪我でそしてまた選手間でのこの競争という中でこの18人に入れないそういう試合も当然あったと思いますけれども、はい、今シーズンはそうやってチーム内の競争っていうのがまた一段と激しいなっていうそういう印象を受けますけれどもどうですかそのあたりは。まあ、そうですね、今までいた6年間いたんですけど一番激しいシーズンだなというふうに思います。じゃあもう本当日々の練習っていうのはすごくアピールするという意味でも大切な1回1回1日1日の練習になるんだ。そうです、はい。じゃあそのバチバチっていうのもやっぱり練習中はあるの？いや、バチバチしてると思います。はい、じゃあもうそこはキャリアだったり前の試合出てたからとかそういうのも全く関係なく。そうですね、はい、関係ないと思います。じゃあそういう意味ではこれまでになかったそのなんて言うんでしょう、練習に対するチームでのこの雰囲気の厳しさみたいなのもまたあったりするのかな。そうですね、そういう意味であると思います。そういう中で久保田選手はまあ今シーズンその気持ちの部分で絶対にこう切らさないように何があってもいつも通りできるようにっていう。そうですね、はい、そういうところは心がけてました。福田選手から見た今シーズンのガンバっていうのはどういうチームに映ってました？今シーズンのガンバですか。うん、いや、まあ、今までよりはしっかりボール持てて組み立ててっていう試合は多くはなっていますけど、でも結果っていう意味ではまだまだ足りないと思うので、そこはまあしっかり練習からやっていけたらいいなと思います。普段の福田選手のルーティン、まあ、先ほどの話を聞いているとまずしっかり寝る、でご飯はちゃんと自分で作って食べる、はい、味付けほとんどなし、はい、っていうのは分かりましたけど、はい、この練習の前に必ずこれをしてから練習に取り組むとかっていう決まったルーティンみたいなのはあるんですか、決まり事は。まあ、朝は起きて、だいたい起きる時間一緒で、はい、ご飯食べてストレッチして、練習です。もうシンプルに。シンプルですね。食べるものもこれを毎朝食べるとかっていうのも多少変化はあったりするの？いや、納豆ご飯です。納豆ご飯なんだ。はい、そこはタンパク質とか意識してなのか。納豆が好きなんで。あ、朝シンプルに納豆が好き。はい、じゃあそれは何、こうガンバに来てずっと生活してても変わらないスタイル？そうですね、変わんないです。パンじゃないんだ。パンとあんま食べないですね。そうなんだ。ご飯派っす。ご飯派、まあ、そういうルーティンを経て、はい、気がつけばもう6シーズン。早いですね。早いよね。でも振り返ってみてくださいよ、福田選手の J リーグのデビュー戦は今日対戦します名古屋グランパス。あ、そうですよね、はい。覚えてない自分のデビュー戦を。思い出しました。思い出した。6年も前なんで。6年も前ですけれども、はい、リーグホーム開幕で迎えた名古屋戦で、はい、福田選手先発でした。ありがとうございますね、はい、当時はもうおそらくドキドキしかなかったと思いますけれども。やばかったです。今はまたこうやって支えてくれるサポーターの皆さんがすごく力になっていると思いますけれども、さあ今日のこの名古屋戦ガンバはどうやって戦うことが大切ですか、ポイントを教えてください。いや、まあ最近ちょっと失点が増えてきているのでまず守備で耐えるってところと攻撃はしっかり決めきるってところだと思います。守備で耐える、そしてしっかりと攻撃で取るというところ、このあたりを皆さんもね、応援でちょっと勇気づけてもらいたいと思います。では最後にですね、キックオフに向けてサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。残り5試合ですが、ファン、サポーターのと、選手みんなで一丸となって残りの試合全部勝てるように頑張ります。頑張りましょうかな。お願いします。はい、ということで本日のヒートアップタイム、ガンバ大阪背番号14番福田裕也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ここでガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しました。皆さん大きな拍手声援でお迎えください。それではここで我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号1完全無欠ピッチ不当の青い盾東口正明。背番号2全身全霊かけてこそ青黒のエナジー福岡翔太。背番号5、ゼロの系譜、ナンバーファイブの伝承者、三浦健太。背番号7、すべてはここから、青のきらめき、宇佐美隆。背番号8、勝利をつなぐ、きらめく青の DNA、飯野良太郎。背番号10、歴史を背負う縦横無尽のナンバー10、桑田俊。背番号11、ゴール切り裂く華麗なイーグル、イッサム・ジェバリー。背番号13、羽ばたけさらに高く瑠璃色の翼、高尾龍。背番号16、跳ね返せ青の瞬血、佐藤陽太。背番号20、燃え上がるガンバのディフェンス投手、クォ・ギョンウォン。背番号21、駆け回れオフェンスマイスター塚本大。背番号23、たぎる闘争心、勇猛果敢なソルダード、ダワン。背番号24、サイド揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号25、泰然自若総国の守り手、石川圭。背番号29、ピッチで脈打つ青キックオーレ、山本裕貴。背番号33、サイドかける青のラテラル、中野真也。背番号47、ハードワークの魔法をかける青の魔術師、ファン・アラノ。背番号48、王国が生んだファンタジスタ、石毛秀明。以上、我らが熱き青の力からガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあ、場内ビジョンでお届けしますヒートアップタイムはここまでとなります。この後も引き続きガンバ大阪の YouTube チャンネルでは YouTube ライブ配信を行っていきます。ガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはぜひご登録いただいて、この後も YouTube でお楽しみいただきたいと思います。ではヒートアップタイム、この後は池田琴美さんにバトンタッチしてお届けしていきます。皆さんこんにちは。ここからのヒートアップタイムは私スタジアム MC の池田琴美がスタジアム内の放送室からお届けします。よろしくお願いいたします。まず最初に皆さんにお知らせです。こちらご覧ください。先日ホームページでもリリースがありました通り、12月16日土曜日、橋本秀雄選手引退試合ガンバ大阪 05VS 日本代表フレンズが14時キックオフでここパナスタで開催されます。ガンバ大阪05には2005年 J1 リーグ初優勝を成し遂げた際の監督西野明氏が、日本代表フレンズには元日本代表監督岡田武史が率います。
出場選手やイベント情報などは追って皆様にご案内となりますので、この情報をねぜひ皆さんちゃんとチェックの方お願いします。そして12月16日は皆さんぜひスタジアムにお越しください。お待ちしております。ではここからのゲストをご登場いただきます。ガンバ大阪 OB の中山聡さんです。中山さん、よろしくお願いいたします。お願いします。ではまず最初に現役時代のプレー集まとめていますので、そちら見ていきましょう。どうぞ。まず最初のプレーが2002年から映像がございます、はい、J リーグ初得点。おお、この時はやっぱり覚えてますか。そうですね、まさにさっき橋本選手の引退試合が出たんですが、はい、橋本選手のアシストでですよね、はい、おー、ありがたかったです。そしてまたもう話しているとまたこれは二川選手からのそうですね、アシストで、やっぱみんなすごいいいボールをくれてたので、僕はもうこうやって決めるだけというか、はい、いやいやいや、でしたね、はい、その決めるだけって決めるのが難しいじゃないですか。いや、なかなか決めれなかったですけど、そうですか、はい、もう映像でたくさんゴール集ありますからこちらはヘディングで、はい、翌シーズンですね、はい、このあたりからこうヘディングでの得点が多いなっていうふうに思うんですけど、はい、これはやはりこのご自身の身長を生かしたりっていう。そうですね、はい、よく決めてた、ヘディングで決めてたシーン多かったですね。うん、そして雨の日でもしっかり、はい、天候に左右されない。そう、いや、まあ、結構左右されてました。そうなんですか、そんなイメージあんまなかったな。そして2004年、はい、まあ、大阪ダービーです。これはね、ごちゃごちゃって入ってるんですけど、やっぱダービーの試合なんで嬉しかったですね。いや、もうやっぱダービーの得点というのはよりこう嬉しさがありますか、はい、そしてこの得点シーンも、これは松並さんのヘディングで落としてもらったボールなんで、これもまた嬉しかったですそしてこのお手もすごい綺麗に決まりましたね、はい、記憶には結構残ってます。お、やはり残るんですね、はい、で2006年いきなり髪型が一気に変わりましたね、はい、そうですねヘアバンドをしてたのに、はい、またここでも綺麗だわいやいや、もうみんなありがたかったですね。美しい得点が本当にこれでもかと映像を集めていて本当にたくさん出てきました。はい、では改めてファンサポーターの皆様にご挨拶をお願いいたします。ご無沙汰しておりますでいいのかわからないですけど、はい、今ガンバ大阪でスカウトをしてます中山と申します。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今ガンバ大阪でスカウトされているんですか。はい、はい、今アカデミーの、小学生のスカウトをしています。お、小学生のスカウト、はい、スカウト、小学生もスカウトがあるんですか。あります。おお、その小学生のスカウトってこう結構今から成長していく段階じゃないですか。結構見極めるのって難しそうだなと思うんですけど。そうですね、でもその中でもすごく特徴を持った選手っていうのはたくさんいますので、そういった選手を、はい、スカウトをしています。そのスカウトをされた選手たちがいつかこう数年後10年後ぐらいにこのトップチームにいるかもしれないということですよね。そうですね、もうぜひトップチームに上がって活躍してほしい選手ばかりいますね、うん、もう皆さんぜひ、ね、このユースだったりジュニアユースだったり本当にこう小学生だったりたくさんこのガンバ大阪たくさん小さいお子さんが頑張っていますが、そこの、ね、応援も皆さんにしていただきたいですよね。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、そして今フィールドには、フィールドプレイヤーの皆さんが登場されています。約1ヶ月ぶりの試合ということで、先ほど選手が出てこられた時ゴール裏の熱量ものすごいものがありましたね。そうですね、やはり久々のこのホームでのゲームということで、うん、皆さんすごく盛り上がってますね。そうですね、私もすごい頑張ロスだったので、はい、そういった同じ、ね、気持ちの方がこう声にしてまた旗を振って形にして、ね、こう選手届けてくれてるのかなというふうに思います。また一番最初にですね、私が橋本選手の引退試合のお知らせをしたんですが、映像でもありました通り橋本選手とは現役時代一緒にプレーをされていて、はい、結構交流っていうのはあったんでしょうか。そうですね、年が比較的近いと橋本さんの方が年上なんですけど、はい、近いというのもあったので、うん、よくご飯行ったりはさせてもらってました。あ、そうなんです。結構出かけることも多かった。そうですね、うん、たくさんありましたね。お、なんか先ほどちょっと控室で聞いたらイタリア旅行に、はい、実は2人でイタリアに旅行に行って仲良しすぎすごい、はい、行きました。それはもう現役時代に。そうですね、オフシーズンに行きましたね。お、
どれぐらいの期間？2週間弱だったと思います、はい、それを2人きりで2人で、はい、行きました。めちゃめちゃ仲良くないですか、その2週間弱。僕は仲良くさせてもらったと思ってます。いやいや、それは絶対仲いいんですよ。そのイタリアでのこの思い出とかなんかあります？ですね、まあ、本当イタリアで、まあ、もう何もわからないところに2人で行って、うん、実際フィレンツェとかも記憶があって、まあ、すごいあの水川の綺麗、水の綺麗な街だったなって印象があったり、まあ、2人で本当買い物に行って、拙い英語で喋りながらあの買い物したい記憶はあります。なるほど。でも海外旅行に行くほどの仲ということで、はい、ちょっとね、またこの引退試合、この誰が出るんだろうってね、皆さんこう期待しているところあるので、もしかしたらなんてちょっと思いながら。そうですね、はい。多分ね、いろいろあると思うので、はい、これ以上はちょっと深くは聞けないかもですが、はい、まあ、あと西野監督が今回ね、監督で率いるということで、西野監督の下でもプレーをされていましたが、改めて西野監督ってどういった方だったんですか？はい、まあ、すごく選手を見ている監督、うんだなという印象が、選手を見ている監督、はい、あのすごく多くを語るというよりは、うん、あの練習中であったり練習以外のところであったり、うん、選手からしたら見られてるっていう。なので、ちょっと今背筋がピンとなりました私。あのこちらも結構緊張感があるというか、はい、なるほど。だ結構こういい距離感でそのこの何ですか、接するっていう感じの方なんですか？はい、そうですね、まあ、本当に、まあ、あのしっかり話してくれてると話していただくこともあるんですが、うん、あのどちらかというとあのいろんなところをしっかり本当に 見られてるっていう印象がたくさんあります。僕は。なるほど。ちょっとまだまだ思い出話も聞きたいんですが、最後あの質問なんかの時にでもちょっとお伺いできればなと思います。はい、まあ、1ヶ月ぶりの試合、ガンバ大阪今日迎えるわけなんですが、約1ヶ月間この試合がない期間っていうのは、まあ、オフシーズン以外でなかなかまあないと思うんですが、この1ヶ月は今日に向けてどういうふうなこのプラスの面があったと思いますか？まあ、すごい、今までここの最近の試合でいうと、うん、なかなかこううまくあの結果につながらないところもたくさんあったと思うんですが、うん、まあ、そういったところを修正するあの、うん、いい期間じゃないとかだと僕個人的には思います。おー、なるほど。こう切り替えられるいい時間だった。そうですね。ほうほうほう。またこの間にいろんな戦術だったりっていうのも、はい、こう監督がまた皆さんに伝えてみたいな期間でもあるんですかね？はい、そうですね、その期間で選手はやっぱ、いろんな考えを持つと思いますし、うん、プラスやっぱりあの日本代表の試合とかもたくさんありましたし、うんうん、まあ、そこであのいろんな刺激を受ける選手もたくさんいると思うので、あ、まあ、いいこう時間になっているとは思いますね。お、なるほど。じゃあこの1ヶ月間でこう皆さんが練習してくださってきたものだったり、そういった成果が今日こう発揮できるような1日になると本当いいですね。そうですね、うん、まあ、その期間でたことを思う存分ちょっと発揮してもらえたらなと思いますね。はい、またちょっとこの後は細かくどの選手に注目していこうかなんてお話ちょっとお聞きしたいと思います。はい、今も山本選手ですかねが映っていたり、こう山本選手もね、こうゲームキャプテンをされたりと、本当にガンバ大阪をね今引っ張ってくれている選手の一人でありますよね。はい、ではこちらちょっと移動しまして、こちらボードを使って今日のゲームについてお話をお伺いします。まずズバリ今日注目している選手、注目したい選手は、ズバリというか何人かいるんですけど、あ、はいはい、まあ、あのやっぱり宇佐美選手、うん、宇佐美選手もう本当にガンバの象徴でもありますし、はい、すごく注目しています。おお、なるほど。他にもあと三浦選手ですね。お、三浦選手、それはまたなぜでしょうか？はい、まあ、こう帰ってきてゲームに帰ってきてくれて、うん、やはりこのディフェンスの面では東口選手と三浦選手、うん、すごいコンビネーションもいいですし、はい、そういったところでまたチームにプラスになっていくんじゃないかなと思いますので、はい、なるほど。また他にもちょっと気になる選手がこういるというふうに先ほどお伺いしたんですが、はい、塚本選手ですね。塚本選手、今日はベンチにいらっしゃいますね。はい、塚本選手はまたなぜ、やっぱり育成の方から育ってくれてる選手なので、はい、
小さい時から見てますし、うん、まあ、このピッチで見れるっていうのは純粋に僕は嬉しいところがあるので、うん、まあ、ぜひ活躍して得点決めて勝ってほしいですね。いや本当ですよね。こう塚本選手がまたこの怪我からもこう、はい、復帰して帰ってきてくれて、やはりこの、ね、ピッチでこの活動する、活躍する姿を、ね、サポーターの皆さんも見たいですもんね。そうですね、うん、もうぜひ活躍して、活躍だけじゃなくても本当点取って、そうですね、もう得点をとにかく取りまくっていただきたいですね。はい、はい、またあのちょっと私個人的にと言いますか、まだこの途中加入の中野選手が今日いらっしゃるんですが、はい、まだこのプレーにこう出場する機会っていうのがまだそんなに時間が長くないというところで、まだどういった選手なのかなっていうふうにちょっと知りたいなっていう欲がまだまだたくさんあるんですが、はい、中野選手のこともご存知なんですよね。はい、中野選手は、まあ、僕個人的にあのアカデミーのスカウトをしているというところで、はい、彼トスのアカデミーの選手で、あ、はい、本当に当時からすごくずっと見てました、うん、ですごくポテンシャルが高くて、うん、あの両サイドあのどっちもできる、あ、両方できる選手、はい、うんうん、ですし、本当にこうポテンシャルの高い選手だと思います。結構このスカウト、まあ、目線としても結構光るものがある選手。そうですね、当時からあのガンバのアカデミーと試合した時はあの、うん、彼に結構やられてたシーンもあるので。そうなんですか。はい、あ、でも今こうやっとねこうガンバ の, この1位になってくださったということで、はい、こうだいぶプラスの効果をもたらしてくれそうですね。そうですね、それを今このガンバでやってほしいですね。見たいですね、はい、今日ね出場していただくことがあればぜひその活躍ぶりを見ていきたいと思います。はい、また今日が名古屋グランパスの試合ということで、まあ、名古屋グランパスもやはりチームとしても強いチームだと思うんですが、はい、今日どこをこう気をつければこうガンバ優位の試合へ運べると思いますか。そうですね、やはりキーとなるのはキャスパー・ユンカー選手がキーになるのかなと思います。はい、おー、なるほど。まあ なぜかというと、うん、まあ、得点はやはりすごく取れる選手で、はい、あの攻撃の中心では間違いなくあるので、うん、その選手をいかに、まあ、ケアしてあの思い通りにやらせないかっていうところが、まあ、ガンバがこう優位に進んでいく、ゲームを優位に進めるポイントだと思いますね。なるほど、まあ、このユンカー選手をどう抑えるかっていうところと、あとやはり今得点が見たいというところで、今日この予想では黒川選手のポジションがこう今までとちょっと違うんですよね。はい、ちょっと1枚前っていう、はい、言い方でいいんですかね、はい、っていうところでこの配置といいますかポジションはどういう狙いがあるんでしょうか。はい、そうですね、やはりよりまあ、攻撃的にというところもあると思いますし、うん、また新たなチャレンジをしていると思いますね。あ、なるほど。先ほど1ヶ月間でいろいろ組み立てたりというところで、はい、その新しいチャレンジをこの1ヶ月間でやった形が今日のこのフォーメーションだったりに出ているということなんですかね。そうですね、やはり、ポジションは変わっていってるんですけれども、はい、まあ、その中でもこうガンバを積み上げていく、ガンバとして積み上げていく段階で、うん、まあ、本当いろんなチャレンジを取り組んでる最中かなと思います。うん、おー、なるほど。まあ、残り5試合でもまだまだこの上に行くんだっていう、そのまだまだこの向上心といいますか、そのまだまだやれるんだっていうところを、ね、こう形として見せてくれていると思うと、サポーターとしてもまたより試合楽しめそうですよね。そうですね、おー、なるほど。ちょっと黒川選手のこの活躍ぶりも今日も期待したいと思います。それではまずといいますか、ここからは新しいガンバ大阪の新グッズご紹介してまいります。まずこちら、じゃん、株式会社ユナイテッドアローズのストアブランドビューティー&ユースユナイテッドアローズとのコラボレーションした新作アイテム第2弾、こちらがビューティー&ユースキャンパストートショルダーとなっています。こちらがショルダーとしていいですか、かけていただいたりしても、はい、このように肩にかけたり、そして、ね、手に持つこともできますし、ありがとうございます、モデルとしてありがとうございます。あと私なんかびっくりしたんですけど、ポケットが2つついてたんですよ。中にこのようについてまして、はい、すごく、ね、収納にも便利ですし、あとこういったガンバ大阪の応援に来る時なんかにもこう荷物もたくさん入ってすごく便利そうですよね。そうですね、いろんなこうフラッグとかも入れるかも分かんないですし、うん、そうですね、はい、これからちょっと寒くなるので防寒グッズなんかを、ね、はい、入れていただいて皆さん活躍できるかと思います。他にもバッグもございます。ビューティー&ユースキャンバストート、こちらが5940円。そして続いてこちら、
ビューティー&ユースキルティングショルダーバッグ4950円。こちらがバッグなんですが、続いてこちらです。ビューティー&ユースハンカチタオル全部で4種類1320円、ボーダードット4色ネイビーとありますので、こちらもね普段使いもできると思いますので、皆さんぜひゲットしてください。ちなみにブルースタジオでは本日から販売が開始されていまして、あのオンラインショップでも皆さんゲットできますので、皆さんぜひチェックをお願いいたします。私も個人的にこのハンカチタオルを買いに行こうと思っています。めちゃめちゃ可愛くないですか。いいですね。あの、うん、僕だったらあの水玉かなと思います。ちょっと被りました。本当ですか。いいですよね。皆さんね、こういうの買ったよとかあれば、もしあればぜひ教えてください。ではここでちょっと質問、あ、いいですか。スカウトのやりがいはどういったところにありますかと来ています。そうですね、やはり、自分が、まあ、声をかけて、うん、あのガンバに来てくれた選手が、まあ、活躍してくれるのが一番嬉しいですし、うん、トップチーム行ってくれるのもすごく嬉しいですね、うん、でプラスやっぱり、サッカーをしっかり好きで続けてくれるのもすごく嬉しいですね。まずやはりこの好きだからこう、はい、続けているサッカーを楽しんでいるっていうところが一番やっぱりこの選手になっても、もし選手にならなかったとしても一番大事なところかもしれないですよね。そうですね、はい、なるほど。では続いての質問です。注目のアカデミーの選手はどなたでしょうかと来ています。すごく名前を言いたいところなんですが、はい、あのたくさんいるので。あ、そうですか。あのすみません、個人名は。あ、はい、なるほど。でも本当にこの有望な方がたくさんいらっしゃるということですね、はい、それだけ。そうですね、あの、うん、ぜひそれもあるので、アカデミーの試合を、はい、あのぜひ見に来ていただけたらありがたいです、うん、こうアカデミーの試合も見に行くことができるんですよね。そうですね、うん、じゃあそちらも皆さんぜひ、ね、ネットなどで調べていただいて、アカデミーの応援もぜひぜひお願いいたします。もう一つぐらい質問がいけそうなので、ちょっと見てみますね、はい、あとちょっと感想として、前に中山くんがいる安心感と期待感があったなっていう風に来ています。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいコメントですよね。そうですね、はい、もうありがとうございます。それでは続いての質問参ります。あ、大黒さんだったり明治さんだったり OB がいっぱいいますが、こうアカデミーコーチ同士こうどういった仲ですかと来てます。そうですね、もう知ってる方がたくさん多くて、うん、すごくやりやすさはやっぱもちろんありますね、はい、なるほど。で結構皆さんコミュニケーション取りながらこう育てているという感じなんですね。そうですね、はい、ではもう間もなく試合が近づいてきましたので、試合に向けて最後にファンサポーター皆さんに一言お願いいたします。まあ、久々の、ホームの試合なので、僕もすごく楽しみにしてますし、それより、まあ、ファンサポーターの皆さんすごく楽しみにしていると思いますので、ぜひ応援して勝ってみんなで喜びを分かち合いましょう。はい、中山さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。この後も引き続きガンバ大阪の応援よろしくお願いします。